なんかね、高校生とかと話しててね時々ね大学行かなくていいですよねとか大学行く意味,意味ないですよねっていう人と会ってでそういう人が何でそういうこと言うのかなと思うと例えば堀江貴文さんとかゆきさんとかああいうインフルエンサーの方にねあの影響を受けて、えー、そういうこと言ってるってであのもちろん今の、えー、と情報化社会っていうか例えばじゃあ AI についての最新の研究論文とか p t f で。 えー、転がってるわけだしグーグルスカラーでやってもいいしそれからそのアーカイブにね上がってるやつ読んでもいいしあとそれだけじゃなくてあの本当に、まあ、それこそ、えー、ブログとかですね YouTube とかですねいろんなポッドキャストとかいろんなところにも情報があるんでだから例えばある分野の最新の研究動向を見ようと思ったら学術情報自体はね公開されてる多くの場合無料で公開されてるっていうことがあるわけなんですよ。 だからそういう意味においてはあの学ぶために大学に行く意味というのは以前からすると減っていることは事実だと思うんですね。昔は例えば僕が物理学会に行ったときにフィジカルレビューの論文,文というのは物理学教室に行かないと見れなかったんでねそこも全く違うんですただね在、あのーまあ、学に意味がないのかというとそんなことなくてコミュニティっという意味があるの、ね、でこれはすごく大きい昨日、あのー、日本構想フォーラムの、えー、会が、えー、法政大学でありまして法政大学のその まあ、キャンパスに行ったわけですでその会場のいろんな、ね、アレンジをして下さったのが法政大学教授である島田正彦さんですねあのサッカーの島田正彦さんですねずっとまあ友人なんですけどでその法政大学の一階のキャンパスに入っていったらですね昨日土曜だったわけでしょで昼過ぎだよねでなんか学生がいるんですよいろんなところに一緒になんか喋ったりとか勉強したりしてるわけ俺の土曜でも学生まだしかも夏休みだからね 学生いるんだねって島田に言ったら島田が「そりゃそうで他に行くところないんだから」とかなんか言ってたんだけどまあ大学冷房も効いてるし行った仲間がいるしいろんな設備も整ってるしねまあ図書館とかもあるしとてもいい感じなんですよねでそのやっぱりさっきも言ったように学術情報自体はまあ転がってるわけさネットにねそれはあの別に中学生でも高校生でも読めるわけそれはだから読むことは強く推奨するんですけど じゃあ大学物理的な大学に意味がないのかってそんなことなくてそののコミュニティとしての機能があるんですよね僕も今大学で教えてる立場ですけどあのやっぱり行くとさうんまあお互いになんか最新の興味を持ってることを言い合うわけじゃない,いやこういう論文出たよねとかこの研究グループは最近こういうことやってるよねとかそこの耳学問っていうかお互いのか共有している情報空間っていうのがあってそこの中で行き交う情報っていうのもいいしそれからそのフェイス・トゥ・フェイスでね あの話すっっててことのの身体化された知覚もあるしそれからねあの何よりも大事なことの一つとしては一緒にご飯を食べたりするっていう一緒に飲んだりするっていうこれはいわゆる脳腸相関ですね腸と脳がどうつながってるかっていうとこ考えるとそこで何か共有される場っていうのの意味があるわけだから古来そ,の、まあ、それこそプラトンなんかでも共演という作品の中でソクラテスとかが一緒にね仲間たちとご飯を食べたりお酒を飲んだりしながら議論をするっていうところを描いてるのは。 それがすごく重要な古代ギリシャ主義者の私としてはさそのシンポジウムっていうのはまさに一緒にご飯を食べるっていうその意味っていうのはつすごくあると思ってるんですよ今でもあると思ってるんですね。でこの脳腸疎なんかご飯を食べてその腸の中の細菌の、えー、ですね腸内細菌の、えー、バランスを通して脳が影響を受けるっていうそこを共有するってことはいわゆるリモートでは無理なんで、ね、だんが VR とか AR がどんなに発展していってもオーディオビジュアルでさえ うまくいかないし例えば匂いとかその食べ物とかそういうものの共有ってのはのは難しいんでやっぱりその物理的に近くにいるってことの意味はね大事でもちろんあのテクノロジーのチャレンジとしては、えー、そういうことに近いような AR とか VR の空間を作るってのはこれはチャレンジとしてはあるんですけどメタバースなんかはそうだと思うんだけどやっぱりでも原理的にも実際的にもですねなかなかそれは難しいと。だったら別にに一緒に あの実際に会ってご飯食べりゃいいじゃんって話になってくるわけだよ、ね、でそれができるのは大学ってところだと僕は思っているんですよ。うん、であのこの大学に行かなくてもいい論なんですけどあの意外とですねそれを唱えてる人ってのはね大学行ってる人たちなんですよこれは面白くて「そのだいや大学なんか行かなくていいっすよ」とか言ってる人ってよく経歴調べてみると、まあ、堀江貴文さんなんかもそうですけど彼は堀江さんは東大行って東大8年 ぐらいいたのかなそれで、まあ、ライブドアが忙しくなって、えー、と退学されたのかなあのだと思うんですけどもやっぱりその、えー、と意外とね大学行ってる人が大学行かなくていいよって言うんだよね。でそれある種の優しさというかいや大学なんか行ってもねあの意味がないですよっていうことによって自分の、えー、経験を特権化しないっていうか絶対化しないっていう優しさっていうかフレキシビリティにもつながっていくと思うんだけどでも気をつけなくちゃいけないのはやっぱり。 その方は大学自体行ってるわけじゃないで,すかであの一方で僕周りですごく立派ないろんな分野で活躍されている方がいらっしゃってでも大学行くっていうチョイスをしなかったあるいはその機会がなかったって方と話してるとむしろ大学って行ってみたいっていうか大学に行っていろんな経験してみたいっていう方多いんですよね。で僕やっぱりい昨日の,その法政大学の日本高層フォーラムでも話してたんだけど人間の欲望ってのはすごく大事だと思ってるわけですよ今人工知能の時代に。 で大学に行きたいっていととううう欲望ってああるるんんんだ思思でですすね僕はそれは何でかというと大学というものが担ってきたその歴史的な意味というかその今申し上げているコミュニティとしての機能とかそういうこともあってやっぱり行ったら意味がないよって言えるのかもしれないんだけどその行って意味がないよっていうのと行かないであの何となく行きたいという欲望とか憧れがあってそれで行かないっていうのは違うと思うんですよね。 だからただ僕あのケンブリッジ大学留学しちゃいましたけどケンブリッジ大学の,そのトリニティカレッジニュートンがいたところですよねいや本当に素晴らしかったですかトリニティカレッジそこであのハイテーブルでご飯を食べるっていう経験っていうのはまあこういうことだなって思うじゃないですかでそれはそんな特別な意味はないよっていうことも可能なんだけどやっぱりでもそれは僕がそのケンブリッジのトリニティカレッジでハイテーブルでご飯食べるとかいうことをしたから言えるんであってやっぱりそれは憧れてる人っていうのは っですよねにに行くっててことについてでそういうことってなんかあ,のあると思うんだよねその要するにだから自分がそれを経験するとそれは意味がないよって言うってこともあるかもしれないんだけど経験してないんだったら経験すればいいと思って今本当にあの大学はですね通信制の大学も出てきてまして今度全大学ってのも構想されてるみたいですがすでに通信制の大学は国の内外問わずあるんですね。でそのコミュニティっていう機能からするとですね 通信制のの大学っていうのは、ちょっと物理的な大学に比べると課題もたくさんあると思うんですけどただあの僕ねあの今大学院生の指導をしてる立場からも思うんだけどやっぱり大学って大学院が一番楽しいことは事実なんですよ。自分の研究テーマを決めてあのそれを研究するってもちろんあの卒業論文ということでもそれはある程度やるんだけど全然そのやっぱり修士論文って意味合いが違うんでえまあ修士論文を書く博士論文を書くということで のえー、が大学の本だと思うそこまではだから準備なんですよね。でところがあの中止課程とか博士課程って今社会心に対しての文句が広がってますしあの熱意となんか努力素質、えー、があれば入れる入れるんですよだからそこはもうオープンなんですね。でだけどその大学院に入るためには学部を卒業している必要が通常はある、まあ、例外的なことを除いては通常はあるんでなのでその。 まあ一番そのコミュニティという意味においてただ楽しいですね大学院というのを経験するためにもまあ通信制の大学でいいんでえその大学を卒業したという資格を得ということはとても大事なことかもしれません。放送大学のような大学もありますし <laughs> とにかく大学を卒業するっていう資格を得ることによってそこからのいろいろ国内外をね問わずえーグラジュエットスクール大学院に 進学するっていいう意味合いがあるんだろうとあとその大学のコミュニティっていう意味においてはもちろんあの同じ同級生とか先輩とか後輩とかそういうのと話すっていうのもあるんですけどやっぱり大学の教員っていうのはですね常なにみんなバン張ってるわけですよ。 あのまあ、大学の先生としてじゃあゼミを主催したいとかあのジャーナルクラブでそれなりにあの何て言うかな、えー、この人は先生だって思わせるっていうかそれなりの学識というか、えー、思考の深さっていうのはないといけないんで、うん、その盤を張ってるっていうあの例えば僕は一番ぴったりだと思うんだけどあの先日の,あの琉球大学でやった日本進化学会の,あのシンポジウムでもですね池谷隆さんにしろ あの谷中さんにしろですね岡野家和夫さんにしろですね津田一郎さんにしろ軍事恵夫幸雄さんにしろそれぞれ盤を張ってるわけさ盤を張るってのはやっぱりそれなりに気合いが入ってないといけないし努力も続けてないといけないしいろいろあの考えてなくちゃいけないんでだ大学ってやっぱりその盤を張ってるそれぞれのところで盤を張ってる、えー、教員の方ですねこの教員の方があのの生きざまを見るっていう意味でも面白い。だかからなんかその弟子 えー、師匠みたいなた、えー、と関係っていうのが今の時代に持てる非常に、えー、貴重な場でもあるだからそういうのってなかなかないじゃないですかその一般社員の中で,でその師匠みたいなでそういう関係を持てるっていうのは本当に大学の素晴らしいところかなと僕もだから、えー、東大の時にお世話になった若林武之先生ですね。 それからあの法学部に学士入学した時、えー、ときに英米法のゼミでお世話になった田中秀夫先生とか、えーまあ、ケンブリッジの時にお世話になったホアラス・バーロー先生とかうんあと,その、えー、と東大の大学院でお世話になった若部下紀之先生のまたその師匠である江橋哲郎先生とかねあと理科学研究所で、まあ、大学か博士号取った後ですけどもお世話になった伊藤正夫先生とかやっぱり師匠と言えるような、えー、人が。 いるのは、やっぱり大学、大学院、そして。その後のポストクというものの中で、出会った人たち、あんまり俊日先生もそうですね、あんまり俊日先生も。理科研究所で半年お世話になったんで。だから、それはいいもんですよ。あの、あ、この人、私の師匠ですって言える。ような人がいるというのは、まあ、落語家さんだとさ、あの、昨日。まで放送されていた、えー。ドリームハートね、東京 FM の、あの、立川志らくさん、師匠みたいに。 立川男子師匠が師匠ですって言えるわけだけどそういう存在を持てるってのはねやっぱり大学とか大学院の素晴らしいことだと思うんでそういうことも含めてやっぱりなんか人間の欲望これやっぱり人間の欲望ってあると思うんですよその死に出会いたいとかそのバーン張ってる頑張ってる人の近くにいてなんか学びたいとかやっぱりそういうものを実現してるフォーマットっていうかその パッケージが大学ってものだと思うんでもちろんだから今の時代ね情報化社会で情報っていうところだけで見たらあの学術情報は別に大学行かなくても学べるってことは事実で別にインディペンデントスカラーっていうか大学なんか全く関係なく独学でやっていくエリザー・ユドコフスキーみたいなすごい人もいるんで別に大学は必須ではないんですよ。ただいろんな意味でパッケージとしてコミュニティがあったりとか師匠と出会いたいとかそういう意味においては 大学に行くってのは悪い選択ではないっていうことです。さらに大学院に行ったらもっと楽しいよと。で、これはあの、YouTube ってほら、いろんな人が見るから、これひょっとしたら中高生も見てるかもしれないけど、そういうことだからね、中高生。だから、堀江門は大学行かなくていいって言ってるかもしれないけど、その堀江さんは東大に行って、8年間在籍してたわけだから、そこよく考えてみたらいいと思うよ。あのー、やっぱりね、極論っていうのはね、真実から遠いことが多いんですよね。だから、大学はいらねえよっていうのは、 大学行かなくてもやる方法あるんだけどやっぱりあの人間の身体化された経験っていう意味においては大学行くことは決して悪いことではないということを、えっとえー、ちょっとね、ま、<coughs> 道を迷ってるかもしれない若者に伝えたいことそしてあの社会人の方っていうかもうねそういう年齢を超えてる方も大学は何歳になっても行けますしそれは OECD なんかではマチュアスチューデントって言って年齢ある程度行ってから行くっていうのは当たり前ですし。 南老っていう、あの、一老二老三老っていう概念が日本ではあるのは、高校出たらすぐに大学行くってことが当たり前だと思ってるからで、実際には世,世界を見ると、大学ってのは自分の好きなタイミングで行っていいんで、ぜひ、あの、この動画を見た方、何らかの形でね、大学、大学院に行くってことを、えー、検討するってことを絶賛お勧めいたします。あのー、ということで、えー、大学って意外といいよっていうお話をさせていただきました。じゃあ、皆さん、いろいろ学んでいきましょう。 コミュニティ大事だからね